きや。すみませんでした。
いや。いや。ええ？ええ？あの、あ、ありがとうです。お元気ですか？またどうぞ。Thank you.
ますよ。長須タクシーの鈴木さんですよね。あんたは？こういうもんです。大阪府警。いや、私極道関係の事件を追ってましてね。昨日から東条会の堂島会長がここ福岡で行方不明になったって話じゃないですか。そうらしいな。あなた、なんか行き先について知ってるんじゃないですか。堂島が行方不明になる直前、あなたのタクシーに乗っていたという目撃証言もあるんですよ。知らないな。大名橋で降ろした人ですよ。ああ、あの客か。なんてことはない。普通に降ろしただけだ。そこから先のことは俺には関係ない。関係ねえってことはねえだろ。てめえの古巣だろうが。よ、桐生さんよ。あんまし警察なめてんじゃねえぞな。どういうつもりで福岡まで来たかは知らねえが、てめえの所在ぐらいちゃんと掴んでんだよ。そういうあんたこそ、府警の刑事がどうして福岡にいるんだ。今この中洲街にな、近江の若頭の渡瀬が来てるんだよ。何？近江の若頭がどうして福岡に？近江の七代目が危篤だって話、お前知ってるか？話には聞いてる。近江の七代目が死ねば東条会との五分杯がなくなる。そうなりゃ下手すりゃ戦争だ。だから東条会の連中は焦って各地に飛んで回っている。福岡には堂島自らが話をつけにやってきたわけだが、渡瀬はそれを阻止しにやってきたわけだ。阻止ってことは、近江が東条会より先に杯を交わすということか。さあな。別に奴らにとっちゃ東条会と山笠組が手さえ結ばなきゃいいだけの話。自分たちの言うこと聞かなきゃ山笠組を潰すぐらいの腹積もりかもしれねえ。そんなわけで今この中洲街は日本の裏社会において最も危険で最も重要で最も注目される場所になりつつある。当然東条会の奴らも近江の渡瀬が福岡入りしたことは知ってるはずだ。そうだったのか。まさか大吾を拉致したのは？近江の人間、
そう考えるのが自然だな。堂島大吾が掲載すりゃ杯交渉は進まない。もし東条会が会長代行を立てたとしても、堂島大吾の身柄さえありゃどうにでも話を運べるだろうからな。で、あんたはそんな話をしに俺に会いに来たというのか？まあそう焦るな。いいか、本題はこっからだ。東条会に堂島の警護を任されたチンピラ二人組がいたろ。確か森永と相沢って言ったか。あいつらがどうした？あの二人の動きをあんたに止めてほしいと思ってる。なんだと？堂島大吾が渡瀬組に拉致されたとあれ、あの二人が勝ち込むのは目に見えている。そうなりゃそれを口実に近江連合は東条会に向こう正面切って戦争を仕掛けてくるだろうよ。大戦争が始まるってわけか。だからあんたには奴らよりも先に渡瀬んとこ行って話を丸く収めてもらいたい。どうして俺なんだ？俺はもう東条会の大門もなければ極道でもない。だからだ、その方が都合いいんだ。今回の一件、間に入るとすりゃ裏事情に精通していて裏社会に顔が利く、どの組織にも属していない人間しかいない。つまりあんたが一番の適任者だってわけだ。それにあんたえれえ強えって話だしな。警察が動けばいいだろう。バカ、近江の大幹部を逮捕するなんてことになってみろ、それこそどんな事態になるか分かったもんじゃねえ。ここは何事もなく穏便に済ませるのが一番なんだよ。あんたの狙いは何なんだ？大阪府警が本庁を出し抜いて今回の事件を収めたら、これ以上あちらに兵庫らしなくて済む。あんたも知ってるだろ、以前府警の女デカとどこぞの極道が仲良くなっちまったおかげで府警四課は表立って動けなくなったんだよ。この一件で府警が対極道の要だということをアピールする必要があるんだ。なるほど、理由はどうあれ利害関係は一致しているということか。でどうするよ、やってくれんのかい？私は今どこにいるんだ？クラブで組の幹部連中と楽しく飲んでるはずだ。確かオリビエって店だったかな。オリビエってあの、知ってるのか、うん、ならなおさら都合がいい。今回の一件であんたがいくら暴れても、あんたが苦労して掴んだ仇の仕事は奪わない。当てにしてるぜ。じゃあな。
近江連合の渡瀬という男に話があってきた。なんやと？我どこの組のもんや。どこの人間でもない、ただのタクシー運転手だ。タクシーのうんちゃんやで。なんやこいつ、ごっつおもろいわ。おう、親父なら今戻ってきたとこや。くー、酒チーと飲んだだけで腹壊すさ。人間終わりやな。ほな、飲み直そうか。親父、なんや、タクシーのうんちゃんがようあるみたいですわ。はあ？まだ向かいのタクシーなんか呼んでへんで。何やおぬかしとんねん。それが普通のタクシーのうんちゃんやないみたいなんですわ。ああ？ほう、こら、けったいな運転手さんのお出ましやな。自分らもよう顔を拝んとき、これがあの伝説の男、元東城会四代目会長、桐生一馬はんや。おう、コラ君、自己紹介遅れました。わし、七代目近江連合で若頭させてもろてます。直参渡瀬組組長の渡瀬勝っちゅうもんです。よろしゅう。お前が渡瀬。いやいや、しかしまさか桐生藩の方から会いに来てくれると思ってまへんでしたわ。どういう意味だ？どうて、そないなん決まってますやん。わしらが福岡組んだりまで来たんは桐生藩あんたに会うためです。何バカなこと言ってんだ。早いとこ大吾の居場所を教えろ。はあ？居場所って？そないなんは登場会の人間捕まえて聞いたらよろしいがな。とぼけるな。お前らが大吾のことを拉致したんだろう。登場会と山笠組の杯を壊すために。登場会の六代目が行方不明やと噂には聞いとりましたけど、それほんまやったんですか？ちっ、とぼけるのも大概にしろよ。こっちも遊びできたんじゃねえんだ。なるほどなるほど、だんだん話読めてきましたわ。キルハン、ほんでここへ来はったっちゅうわけですか。あんた、わしらが堂島さらったと思ってるわけやな。動機は十分だ。いくらちゃう言うても納得してもらえる雰囲気とちゃいますな。当然だ。ええ顔や。いくら正体隠して生きとってもわしには見えてますぜ。あんたの背中の竜が目輝かせとんのが。おしゃべりはいい、早くかかってこい。まずは腕試しや。堂島の竜がなんぼのもんか試させてもらいます。よっしゃ、踊れら、遠慮いらん。殺す気で言ったれ。うっ、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 うっ
さすがや。そこそこの腕利き連れてきたつもりが、こないあっさりやられてまうとは。まだ腕は落ちてへんようですな。さあ、本当のとこ話してもらおうか。何の話でしたっけ。ふざけるな。大吾の居場所だ。お前も極道なら、潔く口を割ったらどうだ。怖いな。そない怒らんでもええですやん。時間もたっぷりあるんですし。これや、これにしようか。おう、ちょ兄ちゃん、この一番高い酒持ってきて。さあ、キルハンもこちらに酒の一杯くらいおごらせてください。どないしました。さあ、お座りください。お待たせいたしました。こちらでよろしいでしょうか。おう、これはほんまに一番高い酒なんか。はい、そうですが。ええから早よかぜ。こうして憧れのキルハンと飲めるんや。せめてこんくらいの酒やないとわしの顔潰れてまいますさかい。さ、キリュウハンもどうぞ。ずいぶんなご挨拶でんな。俺は一人飲みが専門でな。あいにく他人と飲む酒は嫌いなんだ。そうでっか。そらちょっと聞いてた話とちゃいますな。何の話だ。3日前でっか。あんたこの店で自分とこの社長さんと楽しい酒飲んどったらしいじゃないですか。うん。せやからこの店やったら一緒に飲んでくれはると思ってたんやけどな。がっかりですわ。ちょっと待て。お前どこでその話を。わしの大門違いの兄弟分、東城会本部長、会長秘書の青山実からですわ。
青山だと。青山は堂島会長の秘書です。つまり堂島会長が知っとることは青山も知っとる。当然あんたがこの町におることも青山は知っとったっちゅうことになります。あんたは最初から青山に目つけられとったんですが、変な動き専用にね。これで少しはこっちの話聞きとうなったんちゃいます？さあお座りください。話してもらおうか、青山との関係について。わしとあの青山っちゅんは1年ほど前杯交わしましてな、大門違いの兄弟分ですわ。だが確かお前は近江の若頭、青山は東条会の本部長。格が違いすぎる。まあわしも最初はあないな下っ端と杯交わすんやなんてヘド出るかと思いましたけど、七代目の勧めでしてな、断りきれんかったんです。そこまでして近江の七代目は東条会との抗争を避けていたということか。その通り、仕方なしの政略杯っちゅうわけです。でも七代目がああなった以上、わしもこっから先は好きにやらさせてもらうつもりです。じゃあお前は裏で青山と内通し、最初から大吾を消すつもりで福岡に来たということか。それはちゃいます。わしは青山から桐生藩の情報を聞いたまでです。堂島会長の件には一切関わってまへん。お前この後に及んでまだそんな嘘。嘘ちゃいます。わしはあんたが福岡におるっちゅうことだけ聞いて福岡まで来たんです。それ以外の目的なんかおまへん。じゃあ聞くが、どうしてそこまでして俺に会う必要があったんだ？お前の目的は近江の八代目の座だろう。俺に会ったところで何一つ優位に働くことなどないはずだ。分かっとるまへんな、キルハン。わしは後目争いなんか興味ありまへんのや。わしの興味はもっと先、自分が八代目になった時に起こす東条会との大戦争のことだけですわ。なんだと？八代目なんぞ何もせんでも転がり込んできますわ。わし以外近江の跡目になれる男などおらん。それよりわしが八代目になった時、東条会のトップに誰が座っとんのか、そっちの方が重要なんですわ。何を言ってるんだ。東条会のトップは今も後も大吾で変わらない。それが問題なんです。あないなボンボンがトップの組織戦争するに値せん。もっと他にトップに立つべき人間がおるでしょうが。何が言いたい？そう、近江は五代目郷田陣の時代からただの一度も東条会に勝てへんかった。兵隊の数も資金も力も近江の方が勝っとったはずやのに、なんで？ずっとあんたがおったからです、桐生藩。関西最強の男郷田隆二が仕掛けた戦争の時もそう。あんたは引退した身でありながら、たった一人で近江の関東侵攻を食い止めた。それだけやない、東条会が跡目争いやないふんやらで崩壊しかけとった時も近江は指くわえて見とるしかなかった。それも全て事件の先に桐生一馬という男がおったからです。それは違う。東条会を守ってきたのは大吾だ。俺は自分のやってきたことにけじめをつけるために力を貸したに過ぎない。それです。それがあんたの立ちの悪いとこです。どういう意味だ？見栄もなければ欲もない。そんでもその行動すべてに花がある。せやからその花の匂いを一度嗅いだもんは皆あんたの幻影を追い続ける。きっ
っと堂島大吾もその一人なんやろな。コタクはもういい。結局のところお前は俺に会って何がしたかったんだ。覚悟決めてもらおう思いましてな。登場会への復帰のね。なんだと。わしにとって登場会は全国制覇のため避けられん敵や。ちゃあけど今の登場会は倒すに値せえへんゴミの寄せ集めにしか過ぎん。わしがあの関西の竜合田龍二を超えるためには周りが納得するような足跡を残さなあかん。そのためにはあんたという明確なライバルが必要なんですわ。せやから何としてもあんたには登場会に復帰してもらう。その話するために福岡まで来たわけです。納得していただけましたやろか。どないしたんですか。まだ話途中ですやろ。どういうつもりですか、キルアン。話は分かった。つまり俺を登場界に戻すためにお前が大吾をさらったということか。話は分かったって全然分かっとりゃしまへんがな。堂島大吾がいようがいまいがそないなことどうでもええ。わしにとっちゃあんたがここにおることのが問題なんや。もし今堂島が死んだら登場会は内部崩壊するだけや。死に体の敵と戦うて何が戦や、何が極道や。わしにとっちゃ喧嘩が全てや。金勘定ばかりしくさっとるふぬけの連中とはちゃう。わしは強いやつと喧嘩しそうで薬剤になったんや。せやから登場会には強くなってもらわなあかんねや。今堂島大吾が死んだらわし以外の大海のやつでも潰すことができてまう。そないな登場会わしは困んねや。お前わしにはわかる。本心はあんたも常に戦いを求めとるはずや。もうカッコつけんのやめましょうや、キリュアン。ヤクザは所詮ヤクザ。わしは今のあんたが退屈そうに見えてしゃあない。登場会に戻ってください。そんでわしと思いっきり喧嘩楽しもうやないですか。どないしました。もうお帰りですか。勘違いするな。ん？俺とお前は違う。お前の極道は死に様、俺の極道は生き様だ。どういう意味ですか。同じ道でも死に向かって戦うのと生きるために戦うのは違うということだ。いずれわかる。ほう、そら楽しみですわ。四代目、どうしてこちらに。お前たちやはりここに来たか。お前たちと同じ理由だ。近江連合の渡瀬がここに来ていると聞いてな。どうして四代目か。お前らが行けば冷静に話し合うことなんかできない。店の中で殺し合いになるのは目に見えてる。しかし渡瀬が福岡に来たってことは会長の失踪に関係しているのは間違いないでしょう。いや、渡瀬はシロだ。大吾拉致には関与していないようだ。渡瀬がそう言ったんですか。ああ、
ちょっと待ってください。オウミの話を信じるんですか？会長らちったのは奴らしかいませんよ。いや、話してみて分かった。あの渡瀬という男はそういった策を弄するようなタイプの人間じゃない。大吾らちには本当に関与していないと思っていいだろう。四代目がそうおっしゃるのならそうなんでしょう。でもそれじゃあ会長は一体誰か。そのことで少し話しておきたいことがある。時間あるか？私たちならいつでも。四代目がよろしければすぐにでも伺いますが。そうか。じゃあ少し待っていてくれ。わかりました。我々はここでお待ちしています。